最終回行かせていただいて、全部ちゃんと見ていないんですけど、その評価とかはあの YouTube に載ってるのを見てたんですけど、いや最終回のあの雰囲気にいるの本当にもう1年前を鮮明に思い出して、もう本当一番最初からうわこれあったなみたいなのがもう全部もう本当ずっと鳥肌立ってて、本当に一年前思い出して、しかもこう順位発表になってからがもう本当にもう痛いすぎる。特にあの1位発表の時とあの X の発表の時、どんどん上位になるつれて、えもうあと何席しかないのって、プレの時も思ったんですけど、 X の時もやっぱり全然椅子が足りませんけどみたいな、もうなんならもう全員でデビューしたらいいのにってやっぱ思いますよね、あの番組って。本当にそれでもこう時間は過ぎていって発表されていくじゃないですか。特にもう今回あの一緒にデビューしたいですっていう方が多すぎて、もう本当に苦しくて、私とチェヨンって本当に一緒にデビューできたから奇跡だったんだなって思うぐらい、こう仲いい方とデビューできるって限らないじゃないですか。そこでこう離れ離れになっていく姿を見てももう息ができないというか、本当に苦しくて、ま、残酷ながらもこう夢をつかむ一目れんば、惜しくも今回はできなかったけど、これから先のアイドル人生にとっての本当にもうかけがえのないもう糧をプズではもらえるので、もうあの番組に出演したってだけで本当に夢に向かって大きな一歩を進んでると思うんですよね。だから残念ながらデビューできなかった人も諦めないで頑張ってほしいなと思いますし、なんか自分が1年後にあの場所にいるって1年前本当に考えてもなくて、自分で感覚が聞き取れるのも不思議だなと思ったし、なんか少しでも1年前あそこに立ってた自分よりも今ここにいる自分はちょっとでも成長したし、私がなんで今ここにいられるかって言ったらファンの皆さんのおかげだなっていうのを改めて感じたので、本当に最終回こう見に行けて本当に良かったです。これから X1 の活動もとても楽しみですね。